「FM 横浜」「ポッドキャストいや悪いね今日はちょっとい,いつもとさ日程の違うさはい、はい、イレギュラーな感じでさはい、はい、あ申し訳ないねいや全然全然いやあのー、ちょっと撮影がさ <laughs> いろいろ立て込んじゃってさ <laughs> 申し訳ないね <laughs> ああ,さあ撮影あええ撮影ってってもほら、はい、まあまあ撮影なんだけど、はい、申し訳ないなと思ってさ <laughs>、ええ、こっちのスケジュールでほら大海原出ちゃったからさ大海,大海原さいや MX という港から離れてそしたらもうなんかいつもと違う景色にさ、はい、遭遇しちゃってリズムもさまあちょっと変わってきますよね申し訳ないな撮影とかいろいろ立て込んじゃってさ <laughs> 聞いたほうがいい感じですよね。あ、気になる。すごい言うから。申し訳ない。これ、まだ言えないな。申し訳ない。じゃ、いや、いい、いいですよ、いいです。本当申し訳ない。だって、あれ、え、大変でしょこの。言っちゃいけないことを、抱えちゃう方がしんどいでしょう。言っちゃ。まあ、まあ、そうですね。前さ。はい。 MX のさ昼の番組がね帯番組が終わるっていうことをさスタッフから聞いてトイレでさその出演者に「あれ終わるんだってね」って言ったのそしたら言った時にあっと思ったのよもう複数盆に帰らずその表情であこれ言っちゃいけないやつだと思って案の定えマジっすかっていうパターンあったのよ。 でもこれさ、ね、僕悪くないよね。僕悪くないよね。<laughs> 悪いか悪くない。ちょっと若干悪いんじゃないですか。<laughs> 悪いよりですよ。だって僕に言っていいってことはさ、もちろん出演者には全員通達済みだと思うじゃん。何の注釈もつかなかったですか。これまだ。なんかあれなんですけど。そうなかったな。ああじゃあまあ仕方ないですね。仕方ないよね。でも本当にわ分かるでしょ。その言った口を。 離れた時に、うもうこのままするするするって戻したいくらい、うん、めっちゃ怖い。ヨーヨーのようにさ、はい,はい,はい、いけたらね、うん、そういうことはまだ開発されてないよね。<laughs> ヨーヨーのようにさ。だから、腹水盆に開発しそれが。<laughs> 戻らないのね。戻ら,戻らない、戻らない。まあまあ、とにかくまあそういうこともあるから、はい、あなたにこれ言っちゃうと、まあまあいいですよ。別に、あの、知るべき時にで荷物がさで、そういうの抱えるとね、あの、結構ね、 筋肉質になるのよ。<laughs> じゃあいいじゃない。秘密を抱えると。<laughs> いいですか。そう。でしかもほらもうあれも入ってるからあの大陸の方も。大陸は。いっ <laughs> いつの話してるんですか。<laughs> 大陸はもう絶対入ってないし、大陸の方も入ってるからもうなんか劇中劇みたいになっちゃっててどういうことって劇中劇で一つだけお願いんだけどどういうことっていうのは極力スクラッチしてくれるだってどれのことがどれが劇中劇いや大体で分かるでしょ大体のさああそうそうんそんな厳密言うと多分間違えてるんだろうまあまあなんとなくねはい大陸もまあまあまあそういうことがあってさ申し訳ないな いつものリズムとさましてやさあなたのリズムというのは自分だけで決められない不可抗力のリズムあるわけじゃない結局僕なんかはさ言ってもまあなたの場合違うわけでしょ言われて決まることが多いまあでもいつどうですかって打診されたらまあじゃあこことここ空いてますみたいなこととかあと単純に今日はあれですねその 祝日なんで子供が、うん、ええって言ってました。ああだからそうでしょう。っちの申し訳ない。それはあります。本当申し訳ない。まあまあ全然いいんですけど。いや本当申し訳ないそれは。祝日なんていつでもあるし。うん、今度はあのー。<laughs> 肩車しててあげるねっっ言といて、いやそれでね多分現代っ子は証拠だし肩車でペイにできないですよあれもやるからあの馬になって大んになってああいのもやるからそれいけるかなじゃああなた今日祝日って普通にしたけどそういうこと言っちゃうとこれ聞いてる人は混乱しちゃうから何ですかいやもうだからそれももうバレてるからいやバレいやバレてるとかじゃなくて一応ね一応ね一応ねまあこの収録して収録時があの祝日だっていうそそそううう。まあだから もうそれ聞いて余計さ申し訳ないなって気持ちでいやいやもう全然全然あのまあその代わりと言っちゃなんだけどさちょっと一つさ、はいはい、あの頼み事があってさそれおかしくないですか <laughs> え何が頼み事と二個来てますだから僕になんでよ申し訳ないな,ない祝日返上でね息子をがっかりさせて申し訳ないな。 うん、その代わりに一つ頼み事を僕が聞いてください,じゃいそのパターン。<laughs> 違う違う, <laughs> 違う,違う僕があなたに頼み事をすることによって、はい、あなたは信頼されてるんだっていう自信を得るわけじゃない <laughs> それ僕が言うのからいいんであって <laughs> 頼み事する側があんまあ言っちゃだめですよそれ。 聞きたく,なくなっちゃ今後誰にも頼み事されない,いそれはそれはされたいですよ <laughs> されたいですよでしょはい、はい、だからそうだと思ってもう頼み事をしますよっていうかロジックはなんかよく分かんないけど、まあ、まあ聞きます聞きますロジックには納得いってないですけど、はい、ななんですかあの同窓会のさ、はい、お知らせみたいなのが来たのよおおはいはいはいでそれがいわゆるその 実家に封筒とかじゃなくてはがきとかじゃなくてショートメールでちょっと口数のの多い女子から来たよでその文面がさなんかその陸部のないないちゃんから連絡で50になる年だし盛大に同窓会をやろうっていうことがあってで深く君も来るよねみたいな。 そういう感じで来てんだけど、はい、すごいね、センサーがね、作動してんのよ。はい。それ、中学の高校の。あ、高校の。高校の。そういう女子のね、僕の経験上、はい、女子の、はい、なんかその、みんな来るからみたいなノリ、はい、一番信用できないのよ。<laughs> <laughs> そう、ここで今言っちゃって、大事なんですよ、その話。なんでが口数の多い女子から来たとか。いや、だって、そうなんだ、もう。いや、本来だ、今だいぶオブラート使った。ああ、そうなんですか。オブラート包まれてたんです。オブラートだいぶ使ったから。そう。えセンサー。まあ、まあ。えちなみに、そういう同窓会行ってる?。僕だから、ちょうど去年が僕五十の年だったから。それでも中学だったんですけど。ありましたね。でも、行きましたけど。 おー中学の同窓会、はい、やっぱ五十の年ってあるってあるんですかね？名古屋？名古屋っていうかまあえー、と愛知県の半田市ってその中学校のやつに行って、うん、どれぐらい来たかな？百人ぐらい来てたかな？え、うん、<に>どうだった？まあまあ別に懐かしい感じでよかったですよ。うんうん、あ本当？はい。なんかこう何？その最初は学校でとか。はい。 もう最初かからどっかホテルのいやホテルみたいなでもねなんかそういう施設、うん、公民館じゃないけどなんていうんだろうああいう貸ホールみたいな、うん、あれ中学校は共学になったんだっけ、うん、そうです行ってまあまあいろんな人と喋って2時間もなかったかな、うん、まあでも最後まで行ったのはもうもともと付き合いもあって今もちょいちょい付き合いのある男連中と、まあ、最後ちょっと飲んで。うん てみたいな地元スナックだっけな、うん、なんかちょっとだけ行ってっていう感じ、うん、あいいねなんかね、はいはい、いやーだからちょっとさ心配なのよ本当にその女子のみんな来るは、はいはい、あの今まで何度も痛い目合ってるから、はいはい、みんなっていうレベルで来るんじゃないですか何百人い,いや女子のみんなはねこれ本当にね学面取り受け止めちゃダメ行ったら七人陸部の七人しかいないことあるからね。 その人も陸上部なのにああそうちょっと確認したらいいんじゃないですか何人ぐらいいやだからさどれぐらいの規模なのとか一次会だけちょっと行ってきてくれないかなと思っていやですよどういうことですか一次会だけ僕の高校の卒業生のいやいやですよふりしてふりふりっていうか完全になりきってバレないかと思うでしょバレないね俺ねいけると思うんだよバレないうん はやっぱねちょいちょい痛たんですよあれっていういやなんならね本当に混ざってる可能性あるよですねうんだからあのもう気持ちちゃんと入れて固めていけばひるますなければ多分のりで三次会までいけると思うんだよ三次会はだいぶ濃くなりますけどね濃くなるけどちゃんとノリで 行けるから、うん、一時間だけじゃないですか行、うん、けて、うん、だって聞けないもんね聞けない聞けない絶対聞けない、うん、俺だよ俺でさ、はい、俺だよじゃそうそれはさ危ないもん俺,俺でしょそれ言ってんの <laughs> そんな危ないことするわけないじゃん黙って飯食ったり ちちょいちょいいドリンク取り行ったりとかしてなんとかやり過ごすんであって <laughs>、うん、俺お礼なんて言ったら、うん、何,部え何部だったっけほらほらもそうだからそれ,そ,れそれ聞かれたらどうするのえっ何部だったっけああ俺部活やってなかったな部活や,やってないもんねはいあれ担任は担任もうちょっと忘れちゃうよね <laughs> 高校あれちょっと中学とごっちゃになっちゃって。 あそっかそっかすごいなこいああこっちがそんな聞くなよみたいな感じ出すわけいやでもマジで一会ますね50の同窓会はそうだけどだってもう15とかでしょ30年以上経ってるから30年経ってますねそうなるとわからないのからないねでやっぱこんだけ時間経ってるといけるよ てで何人数を確かめるいやだからそこちゃんとみんな来てるかどうかを確かめる <laughs> いやだからそれ分かったらどうする <laughs> 二次会から行くからあ,<ー>あ,あのきに行って <laughs> ただそこで、ね、変にあれしちゃダメだよ僕に対して二次会の時に<お> <laughs> 二次会帰りますよ僕そん, <laughs> そんな別に痛くないから <laughs> <laughs> でもなんかちょっと自信ありそうだね うん、同窓会潜入でもねたまにあるのが僕らの時そうだったんですけど、うん、席にね名前とかなんかね幹事いねちゃんと席となんかね、うん、その当時の卒業アルバムの写真をちょっとこうコピーしたようなのをちょっとこうユーモアでねうん、うん、あーあーみたいなのはやってくれてたから、うんそ,かうん、そういうのない,ないようにしとくからさ。 ないように職連絡取れんなとおもった。それなんですか。それ。それでやめ。やめて。いやでも、そういうなんか謎の人が数人いたほうがいいんだよね。ねまあまあまあ。まあ盛り上がります。じゃあ、いや、じゃあ、僕も行くからあな、あなたも来なさい。あなたも。いや、僕、え、何?え。僕も行く,く,くの。あなたは。その、もちろん、僕との関係は全くないという状況で。はい、何時間まで。潜領できるかって。あ、でも。受付で、名前とな、会費みたいなのやるんでしたっけ。うん いやまあそれまあ学校にもよるだろうけどね一課別会費払わなくても、うんうん、だそれもマックスはもうワンナイトね、はい、女子とワンナイト<え>マックスは3時間いや無理でしょ誠治ったらもうもうなんか男としての「いやいやパパやったね」っていう,いうい「パパやったね」はまず絶対言われないし <laughs> そんなことしちゃった <laughs> いやーどうしようかな どうしようかな？<laughs> ま、最初はなんかチヤホヤしてくれそうな気がするんだよね。うん、久しぶりだし、うん、あのー、ほら気を使ってかわかんないけどさ、さ、うん、ほらあれ見てるよ。とかさ、うん、言ってくれたりさ。はい、もう今なんか r-1。応援してるからね。みたいなさ。うんうんうん そううい寄せ書きとか用意されちゃうのかな多分そこまですよギブスにこうあるわ頑張ってねってさ骨折ってたらねえ骨折ってたらねあれ今今つけてないでしょ20代の時だギブスつけたねうんそうそうそうこの前ね番組でさ写真を貸してくださいみたいな時があるからいろいろまたさ整頓してたのよ写真を。 でそしたら松葉杖ついてる<う>アルタで松葉杖ついてる写真があって、はい、あれ20代の頃スケボーのね企画の1ヶ月か数ヶ月でジャンプできるようになるかっていう企画のロケで、うん、この U 字型のターンパイクっていうの、うんはい、あれをさ練習するロケをやってて、はい、であと1回やって帰るって言ってそのあと1回でぐいっとひねって、うん、でもう。 足首のとこなんだけど、もう付け根までギブスで、で、その翌日か翌々日がいい友だったもう当時さ、もういい友なんてもう全然。ただでさえ立ち回りがもうおぼつかない。なんかさらに松葉杖でみたいなさ感じで、その時のさ、写真とかでもでて、で、またその。もう止まらなくなってさ。そういう。 子供の頃のの写真も出てきて近所のみんなとゴンボールでゴンボールとカラーバットを持ってさもう本当に絵に描いたようにさみんなそれぞれがそれぞれの頭に指で角をあ後ろからねちょっとねもうさ娯楽がないとさスマホがないとああいうことそそうですねこにけますからね。 もう全員やってんの全員あれはなんだろうもう DNA になんか組み込まれてるそうですねやってましたね,ね全員がねやってたよね、はい、何の話かもしれな <laughs> あだから同窓会同窓会ら,ううらギブスにそってギブスしてないでしょって話をしたんです <laughs> したらしてた写真があってさて話をしたんです <laughs> でも全体的に同窓会っていう、はい、その大きく言うと懐かしいワールドだったから、はい、今そのの小学校時まあまあねつながってるからいいじゃないっていう言い訳はいいんですけどどうするんですかその <laughs> 同窓会行く行かない問題は。ええそれはもうちょっとほっといてよえ <laughs> ほっといてよっていうか、はい、それはあのまたあの考えるよ。 そうですね。ここで考えて、もったいないからさ。いや、もっと注意じゃ、いや、違う、違う。それはこっちのセリフなんですよ。有意義な時間ここで送ってうですよ。おっとりさ、五十のさ、おじさんの同窓会行く行かないをさ。そうなんですよ。みんな夜中まで起きてくれてんだから。そうですよ。ね。はい。でもね、あの、まあ、これね、ちょっとあなたにね。ちょっと尋ねたいんだけどね。はい。もし。 この世の誰かと2人で飲みに行けるとしたら誰と飲みに行きますか歴史上の人物でもいいんだやむずちなみに僕はね、はい、まあ今、あのー、割とホットな存在っていう意味でね、うん、夏目漱石なんですよ。ほ<う>でねあの人の作品をね、はい こう読んでるとね、うん、世の中に対する目線がねなんかね重なるところがすごく多いのよ、うん、その小説エッセイとかじゃなくよ小説じゃよでもそのなんか人物が感じていることが、うん、すごく僕があの普段感じてるようなこととすごく重なってあれこれ俺が書いたのかなっていう <laughs> <laughs> ぼっちゃん俺書いてないよね書いてないですよ わがはいててなないいい書ですよは足並みが揃わないって書いてなかっただとしてたん。まあだからもしね今こういう問いがあるのであれば夏目漱石と飲みながらお話ししたら噛み合うかどうかわからないけど話してみたいなっていうふうには思うのよ例えばたくさんいるけどね今ポンと上がるのは。え誰だろう っていうかあなた結局回り回ってねあのロッチだからね何ロッチだから結局回り回ってコカドと飲みたいだけそれは別にしょっちゅうね別ご飯食べたりしてるからそれはいらないですさすがにここでもったいないですよねカード使っちゃうそのカードさすがに使わない僕ねでも夏目漱石で思い出したのは僕そっち界隈で言うとそれこそこの間のゴンギの新見南吉おー 亡くなってるんですけど、うん、地元なん一緒なんです一緒というか、うん、その愛知県の半田市出身なんですあそうなの、はい、で,でだから僕ら小学校の時はもうめちゃくちゃ新見南吉の嫁嫁嫁嫁嫁,嫁だってただで勉強してさえ、うん、関東横浜でさえ割と濃いよ、うんうん、あ本当ですか新見南吉の存在感、うん、かなり濃いよはい、はい、でそうなるともう出身地になったらもうそうだからすごいちっちゃい頃から そ小学校のほが言われてて当時は言ったら本読め本読めって言われるから地元の人ですごいんだぞすごいんだぞって言われてそんなすごいのとか押し付けられちゃうと気づくのにねだけどやっぱそう「権狐」とか僕好きな「イボ」っていうあんまり有名じゃない短編があるんですけどその話はすごい好きでえそれ何どういう話なのかいつまんでいますよえっとね イボもうあの、肌にできるうん、うん、出来物のイボっていうタイトルで、うん、田舎に住んでる主人公の男の子がいるんですよ、うん、でそこにその、まあ、同じ半田市の中の町蔵とか町とかちょっと都会の当時の町から親戚だかなんかの男の子がやってくるんですよ夏休みから一、うんうん、週間二週間とか結構長い間遊ぶんですねで都会の子と田舎の子なんだけどちょっと年齢も近いし、うん ずっと遊んでてそのね主人公の手かどっかにイボがある主人公の方が田舎田舎ですでその友達が都会街から行ってその主人公の田舎の子の手にイボができてるんですねでそしたらその友達が「何これ」っつって「これイボだ」っつって「イボっていうのはイボイボ渡れ」って言ってイボをちょんってやってそのもう一人の人にこうちょんちょんってやるとこのイボが映るんだよみたいな。た 本当は良くなないものなんだけど、うん、その友達は「やろうやろう」って言って、うん、その友達に「いいぼいい棒渡れ」って言って要はちょっと親友の証じゃないけど、うん、自分の良くないものもそんなことするぐらい仲良くなった、うん、一緒に1週間2週間夏過ごして、うん、でそれがまあ終わってその子がまた都会街帰っちゃうんですよ。うん、でその何ヶ月後かにこの田舎の子は親に頼まれて、うん、この町にお使いに行ってくれと。 うん、でそのお使いっていうのがその遊びに来てた友達の,その親戚の家に、うん、だあの子に会える、うん、でそのお使いなんか持って,ってって言われたものを持ってまあ何か何電車乗ったのかな何か分かんないですけど、うん、その都会町に行って、うん、その子のところに行ったんですよ、うん、でそのお使いのものを親御さんに渡して、うん、でその男の子いたんですけど、うん、その男の子がその町の小学同じ小学校の友達と一緒にいたんですよ。うん、その 友達が友達とで、その時の顔が自分と遊んだ時とちょっと違う表情に見えるんですよ。うん、都会の子供の顔をしてるんですよ。うん、あの時田舎で虫を追いかけたり、川で遊んでイボイボやってこうやった。あの子じゃない風に見えたんですよ。うんうん、で、結局その子に声をかけられずに村へまた帰るっていう話、うん、めちゃめちゃ悲しいじゃないですか。うん、だけど、子供のその心情。うんうん 都会の子だっんかね悲しいまあゴンギツネもそうですけどでもゴンギツネは非常に言葉は悪いですけど分かりやすいじゃない今のは小学生の時にそれを読んだらその美しさに気付けるかどうか分かんないぐらい非常にもう本当小さな小さなきらめきというか「新南吉さんは私が飲みますよ新ナ南吉さんは私が飲みますよ」って。 吉は二次会でこれ今の話初めて聞いたあ本当ですか多分ね何かの短編集入ってるんですよで僕すごい好きでそうなんだよねそのそれを書いた人ってどんな人だって今月も言ったらアンハッピーエンドではあるじゃないですかあのまあ悲しい終わりというかすれ違いシュのコント的な感じでそこは OK だなまあいいじゃないですかすれ違いの イボもすごいなんか悲しいお話じゃないですか、うんうん、それを書いてる人っていうのはどんな人なんだろうちなみにそのちょっと悲しくなって田舎に戻ったあの少年の手にイボはできてなかったのそれは本当にできるわけじゃないああまあイボってのは金なのかな多少あるから移るっていう言い伝えもあるんでしょうけどうん、うん、多分都会の子にはもちろん移ってないしうん、うん、自分の イボを見つめて、ちょっと悲しくなったっていう。最後、うん、ラストがそんなんだったと思うんですけど。うん、でも、それは、なんか、本当にすごくいい。あの、世界。だけど、そういうことに似たケースは人生の中でよくあるよね。あ,あるある。ね。ありますね。でもさ、それってさ。何か直接されたわけでもなく。でも、なんでもないです。本人は。全然、意図はないのに。うんうん、普通に接したら、それを冷たいと感じてしまった。 うん、っていうストーリーも可能じゃないでもそこは接点なく確かね僕もちょっと最近読んだのかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、確か接点なく勝手に見たのかちょっと冷たかったのかな冷たく感じたみたいなのあったかもしれないなまあ、とにかくその、うん、夏に遊んだ時とは全く違う少年に見えて、うんうんうん 怖くなったというか悲しくなったっていうそれもなんか男同士だからまたいいね、うん、話がねうん、うん、そうですねその異性でなくさ、うん、あじゃあ南吉さんそうですねな、うんでこんな悲しい話ばっかり書くんだろうっていう悲しいというかさ切ないというか、まあ、でも全部仕方ないですよねでも誰が悪いわけでもないというか、うん、妹にしたってゴンギツにしたって、うん、まああなたの中でそんな 大きな意味を持たずに今悲しいっていうことを何回か言ってたけどこの前ね、はい、そのあんまり同じ現場なんだけど、はい、サマーズさんのイベントで楽屋一緒になって、はいはい、でその数日前の、はい、内村さんの割と小規模飲み会の解散の時に。うん お店から出て内村さんは内村さんの車に沢田さんは沢田さんそれぞれの車にって去っていく中で僕が涙が止まらなかったのでその話をね三村さんがねした時にご家はね必要に「それは悲しいからですか寂しいからですか?」って聞くのよ。お前はどうしていつも東西南北なんだと。 どうしていつも東西南北で切り取るんだとそういうことじゃないんだと、はい、もうその現象が、まあ、強いって言えば、うん、その感極まってというかその状況に対して涙が出る、うん、そのことに対して「うん、悲しいからですか寂しいからですか?うん」いいそう言いそうでしょ、うん、であなたも今似たようなこと言ってた僕は違う <laughs> <laughs> 僕は彼はなんかねデリカシーがないことを急に言う時あるんですよそういう泣いてる人に向かって一般,一般的には多分政府のところにいるんだろうけど僕なんかからすると、うん、漱石グループからすると、うん、彼はすごくね土足感ある <laughs> ちょっとねたまにギュッて言う時あるんですよそうはいわかりますだから新見南吉さんの描く世界も、はい、悲しいっていう言葉で片付けられないじゃいあまあまあね 複雑な感情はまあんかそういうものを南吉さんは美しいというか描きたいと思った美しいと思ったんですねねいいいいえば話を聞たよ。本当でででですすかかたたままにに読読みくななななるんんんけどね大人ってらだそいの FM 横浜ロケットマンショーはロケットマンがお送りしました。